こんにちは、チータです。今回も化身やっていきたいと思います。まあ、前回までのあらすじで金彦支店の月香ちゃんに対する思いとか、その内なる考えが分かるような、ルートをやってきました。で、今回は4日目、本編ではゴーストステーション、幽霊駅のところですね。じゃあやっていきましょう。どうなるんでしょうか。ここ金彦は全く関係してないので、裏では何があるかっていうのは全然わかんないんで、ちょっとどうなるかは全然わかんないですけど、ねえ、服これでよかったかな。月ちゃんは可愛いんだから何でも似合うから安心しなさい。金くん本当優しいよね、ありがとう。はい、髪の毛 OK、 あとは月ちゃんの心の準備だけだよ。ありがとう。じゃあもう時間だから行ってくるね。うん、楽しんでおいで。うん、行ってきます。くそ、ほんとどんどん可愛くなるな。辛いだろうね、こんな寝起きすぐの、集大見せてさ。動けんな。一回セーブしよう。そうだね、もうなんなら一番金彦にね、自分の姿見せてるって言っても過言ではないからね。これね、金彦ちょっと怖いよね、これ。監視カメラみたいなの仕掛けてんだよ、こことかね。怖いな。出かけよう。きっと今頃二人はショッピングモールとかで楽しく過ごしてるんだろうな。はぁ、あ。おーい、金くん。あ、バイトか。はい。どうしたの、ため息なんてついちゃって。ごめんなさい、ぼーっとしました。いやいや、そうじゃなくて、なんか悩み事？いや、ちょっと寝不足で。そうか、最近ずっと出かけてるもんな。あ、出てるもんな。そろそろ休んでもいいんだぞ。いや、頑張ります。鈴菜のために稼がないとなんで。あー、そっか、確かに。もうね、両親がいないから、もう自分一人でやっていくしかないんだよね。いや、辛いな、金彦。偉いよな、金くんは。月香ちゃんみたいに大学進むとか考えたことないの？あ、大学費とかがね、ちょっときついかもしれないから。金くんとっても賢いからさ、もったいないよなって。考えたことないです。考えたところで、どっちにしろいけないですし。嘘。そうなのか。まあ無理しないでね。おじさん向こうにいるから、いつも声かけてね。ありがとうございます。嘘で自分をね、固めてるって感じか。辛いなぁ。こういう質問何百回目だ。お？いやだね。お、なんだ？誰だ？どうしたの？金くん、怖かった。とりあえず上がりなよ。あー、幽霊駅の帰りか。怪奇現象？どういうこと？私だってわからないの。気づいたら変な駅についてるし、誰もいないし、半透明の人に追いかけられるし。私、死んじゃうのかな？なんでそんなに、そんな考えになるんだよ。だって、お父さんがやったこととはいえ、お守り捨てちゃったんだよ。とっても罰当たりじゃない？あー、まあそうだったな。そんなこと言ったって気にしすぎだよ。もしそんなに気になるなら、かなこに。かなこ。月ちゃん、本当に何も気にしなくていいよ。きっとかなこのいたずらだ。俺から叱っておくけど、一応気をつけて。あと、なるべく誰かと一緒にいた方がいい。かなこ以外で。なんで、かなこちゃんが？怪しいもんな、なんか。俺にもわからないけど、前に同じようなことがあったんだよ。かなこと一番仲が良かった子が、心霊現象に悩まされて、最終的には引っ越したっていう。ああ、その子も生贄に選ばれたんだろうね。その時にかなこがお父さんに言われてやったって言ったんだ。そうだったんだ。引っ越したのは知ってたけど、それは知らなかった。言い方悪いけど、またお父さんが悪さしてるんじゃないかなって。なんならカズくんに守ってもらおう。俺が何とかするから、月ちゃんは自分のこと大事にして。5日目。5日目はあれだね。
もうここか。もうここか。5日目は、鈴菜ちゃんが、罰当たりなことして、お仕置きされるってとこだね。で、このシーンは一回見たよね。本編でも。ただいま、アレックスがない。このパートちょっとね、結構もう、きついな、もう。悲しい。金彦が辛すぎる。かわいそすぎる。あいつまた勝手に出かけやがったな。セーブ推奨。後で後悔しても知らないよ。こーわ。怖いこと言うな。セーブするけどさ。ランドセルが放ってある。あー、これは説教案件だわ。あ、これも言ってたな。かなことのところ行ってみるか。そういえば、そう、これを同じだね。この、金彦には半透明の人間たちは見てないんだね。ごめんください。うちのチビ来てませんか？来てるよ。いつもごめんな。すぐ連れて帰るんで。全然だよ。むしろ今、お仕事させてるから。これがお仕置きかな。お仕事？あいつにできることあるのか？うん、倉庫整理させてたの。だから一緒に迎えに行こう。これで、あれだね。なんか感情が、なんか、なくなってるみたいな。魂が抜けちゃってるみたいな感じになってたんだよね。めちゃくちゃ時間かかってんじゃん。何してんの？まだ、鈴菜ちゃん、鈴菜こと、返すつもりじゃなかったから。は？何言ってんの？開いたよ。え？お、兄ちゃん？鈴菜。大丈夫か？怖かった。ああ、追いかけられたのが怖かったのか、もしくは、説教が怖かったのか、どっちだろう、これ。お前、何したんだよ。金彦、この村の生贄の制度は知ってるよね。渡辺さんが選ばれたやつだろ。よくわかってるじゃない。条件は何かわかる？そこまで詳しくは知らないけど。そう。まあ、簡単に言ったら、若くて健康な女性が選ばれるの。少し話は変わるんだけれど、鈴菜は、社の奥に行って、小鳥箱っていう触れてはいけないものに触れてしまったの。なんか血まみれの人が入ってるようなやつか。それに加えて、鈴菜の日頃の行いが悪いせいで呪いにかかってしまったの。確かにね、一日目の花子さんしかり。結構悪さ、やんちゃしてたからね。さすがに、鈴菜がかわいそうだし、それだけじゃ生贄の対象外にならないから、ちゃんとお祓いとかしたわ。それは感謝するけど、なんで生贄の話したわけ？やっぱ鋭いよね、金彦。生贄ってね、体の一部でも損失があったら対象外になるの。おっと、危ねえ。危ねえ。普通に読もうとしてたらさ、連打って出てくるからさ、ちょっと、危ねえ。おい、かなこ、何すんだよ。鈴菜を守るためなの。わかってよ。もし鈴菜が生贄に選ばれたとき、金彦は守れないでしょ。引っ越しするお金もないし。だからって傷つけるのはおかしいだろ。そもそもこんなことになったのは金彦が鈴菜のことをないがしろにしすぎたからなんだよ。どんなことがあっても鈴菜のことを優先したいって言ってたのは誰？叶いもしない恋のことばかり考えてさ。何適当なこと言ってんだよ。二度とその話出すな。私ね、昔から二人と一緒にいるから、本当の兄弟のように大事に思ってるんだよ。別に私は金彦に何もかも我慢しろって言ってるわけじゃなくて、
嘘つけ。お前月ちゃんにまで嫌な目に合わせてるだろ。そうやって俺を苦しめようとしてんだろ。違う。ちゃんと話すから信じて。生贄制度ってね、選ばれてからでもこの村から出れば生贄にならなくて済むの。今の村って昔ほど廃れてないから別に生贄なんて必要ないの。だけどはっきり廃止してしまったら昔から信仰してる人の反感を買うことになるし。そうだね、それ大事なことだ。何より何十年も続けてきたこの制度を急にゼロにしたらこの村がどうなるかわからない。だから生贄を選んだっていう事実だけ作って、あとは逃がすっていうのが最近のやり方。それ学校に書いてあったな。おう、その通り。でもこんな話、生贄に選ばれた人全員に言ってたら信頼されなくなっちゃうでしょ。だから嫌でもこの村から逃げるように仕向けなきゃいけないの。だからお父さんお母さんを使って引っ越すと、そういう感じに仕向けたのかな。一時的に呪いをかけるの。呪いをかける？それが私の仕事。どういうこと？呪いをかける？じゃあ月ちゃんは生贄に選ばれたっていうのか。本当はこれ言っちゃいけないんだけどね。だからね、鈴名が生贄に選ばれた時が心配なの。その時に私がいないかもしれない。二人っきりで逃げなきゃいけないんだよ。金彦たちにそんな経済力ないでしょ。ほら、やっぱそうなるよな。だったら最初から対象外になればいいって。金子、俺らのことをバカにしすぎだから。俺だって何も考えずにこの村で生きてるわけじゃない。そういう話は昔渡辺さんから聞いたことがあるから、ちゃんとお金は貯めてある。ええー、めちゃくちゃ偉い。余計なお世話って言うんだよそれ。スズナ、帰るぞ。レンダとか出てこねえよな。あとさ、カナコはあの日から抗うことやめたよな。俺は諦めてないから。ごめんなさい。いやねー、かわいそうなんだよ。みんなかわいそう。みんな被害者なんだよこれ。まあってことで、次はまあ一番すごいシーンですよね。そう、週一になんかお前に任せなきゃよかったみたいな、そういうシーンなんですけど、まあそれは次回見ていきたいと思います。はい、ということで、この動画が面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。コメントもしてってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。